2016年に完成した世界の地も神保島でございます。島内には国際会議場、展示場やホテル、珍珠やアレンなどの神戸ファッションを取り扱うファッションタウンでございます。には近代的な港湾施設が配置され、大型のコンテナ埠頭として活躍しております。工事が昭和62年に着工され、平成21年度に完成しております。この第二基地区には震災後の活性化対策の一つとして医療産業都市構想が進められております。現在天然医療センターや医科学研究所、臨床研究情報センターなどが建てられております。この他にもこの